ゴワールドトレードセンターは、ワールドトレードセンター跡地に建設予定の超高層ビル。所在地のリバティ通り130号にちなみ130、リバティストリートとも言う。設計はコーンペダーセンフォックスの手で進められている。当初の計画では226メートル42階建てで、建物の一部がカンチリバーでリンチの上空へせり出すようになっていた。 当初はニューヨーク・ニュージャージー港湾公社と契約を結んだ JP モルガン・チェイスが本社ビルとして建設する計画であったが2008年にベアースターンズを買収したことから不透明になった。港湾公社は 1WTC から 4WTC までで十分なオフィス面積が確保できているとして一時は 5WTC の建設をキャンセルすることも検討した。 この場所は、元は WTC の南に隣接した土地であり、WTC の敷地外で、1974年に40階建ての超高層ビル、バンカーズトラストプラザが建設された。1998年、ドイツ銀行によるバンカーズトラストの買収で、ドイツ銀行ビルとなったが、真正面の 2WTC がテロ事件で崩壊した際、 全面に24回分の高さの傷跡ができロビーは全壊した。その後使われないまま残っていたが、WTC の新たな一部としての再開発が決まり、2004年に全壊と認定され、2007年から取り壊された。2011年2月にこのビルの取り壊しが完了した、あとテロ10周年の2011年9月に後 WTC は着工されたものの、 その後は整地作業が終了した段階で中断し、一時的に駐車場となっている。2021年2月、WTC を所有、開発するシルバースタインプロパティーズとブルックフィールドプロパティーズは、新たな設計案を発表している。設計は、当初案と同じくコーンペダーセンフォックスで、270メートルで80階建てのビルのうち、 69階分が1325世帯分の住宅となり、その25%は手頃な価格の高級的住宅となる予定である。地上に近い木沢橋は商業施設、公共施設、オフィスなどとして使われる。建設開始は2023年、竣工は2028年を予定している。ワールド・トレードセンター・サウス・バスタブ、ビヒキアラー・セキュリティセンター。 2013年5月12日閲覧。AB5 ワールドトレードセンター S900 フット、トール、リデザインバイコーンペダルセンフォックスリビールド、インマンハッタン、S ファイナンシャルディストリクト。ニューヨークアンビ、2021年4月23日、閲覧。アップルバム、アレック、コーンリスパンズ 2WTC5 クリティスザムズ。 アーキテクチャラルレコード2011年9月15日閲覧ありがとうございます。